はい、チーズ。おじさんみたい。言わないのか。なんで顔をつぶつぶさせるの。可愛くない。みんなキモいって思ってるぞ。なんでそんなこと言うかな。もう茜を手元に置いておく必要もなくなったけれど、そろそろ私と別れたいんだ。今からしようよ。アクア君と一緒にいる間は楽しかった。本物じゃないから。そうだよね。手だって一度も繋いだこと。こんなの不自然な関係だもんね。私はもう必要ない。そういうずる賢いところがあるってのは、この場所だ。君が優しいって知ってたから。キスだってエッチだって嫌じゃないよ。俺に騙されている。そうやってごまかしてさ、素直に思ってること言ってよ。思ってねえよ。思ってる感じじゃん。でも別にそれとこれとは関係ない。茜は俺に恋愛感情があるのか。もちろんあるよ。あるよ。自信ない感じじゃねえか。基礎飛ばして応用からやってる気分。ある人を殺すために芸能界に入ったって。少しだけ預けられる人が必要だと思って。それはいいんだよ。母親を死に追いやった男を俺の異母兄弟が見つかった。母親とは不倫だったらしい。とっくの昔に殺されていたっていうつまらないオチ。これで自分の人生を歩める。俺は自由に。どうした？ごめんね、私帰る。異母兄弟、無理心中。心のどこかで終わりにしたいと思ってたんだ。こんな簡単な抜け穴に気づかない。また復讐のためだけに生きるように。どうしよう。また来るね。星のルビー、さすが君と僕の子だ。